博物学、博物学、博物学、ナチュラルヒストリー、場合によっては直訳的に自然史は自然に存在するものについて研究する学問。講義には自然科学のすべて。競技には動物、植物、鉱物、岩石など、博物学における会は動物界、植物界、鉱物界の3回である。 自然物についての収集及び分類の学問。英語のナチュラルヒストリーの訳語として明治期に作られた。東洋では本草学がそれにあたる。自然界に存在するものを収集、分類する試みは太古から行われてきた。自然に対する知識を体系化した書物としては、古代ギリシアではアリストテレスの動物史、古代ローマ時代ではプリニウスの 博物誌などがある。東洋では、本草学と呼ばれ、伝統中国医学の薬、漢方薬、または仙人になるための法術である、伝端術に必要とされた、霊薬先端の原材料の研究とともに発達した。明の時代に、理事賃が書いた、本草項目は、その集大成とも呼べる書物であり、日本にも大きな影響を与えた。フランシス・ベーコンは、 自然史と自然哲学とを対比して、自然史は記憶により記述する分野であると規定、それに対し自然哲学は理性によって原因を探求する分野とした学問の進歩。ヨーロッパの大航海時代以降、世界各地で新種の動物、植物、鉱物の発見が相次ぎ、それを分類する手段としての博物学が発達した。薬用植物、茶。 ゴムコショウなど、経済的に有用な植物を確保するため、プラントハンターと呼ばれる植物採集者たちが、世界中に散り、珍奇な植物を探して回った。また動物や、鉱物なども採集された。動物の例で言えば、東南アジアの風潮などの標本がヨーロッパにもたらされた。リンは、動物界、植物界、鉱物界という自然三害のべての種についての、 目録作りを自然史と見ました。ビュフォンは自然史において自然産害を体系的に記述しようとした。1755年にはカントが天界の一般自然史と理論を表し、自然史の名のもとに太陽系の生成についても記述した。地質学の領域などで次第に歴史的な研究が 活発化すると、こういった研究については、記述することに重点がある自然史とは区別して、考えようとする動きが出てきた。歴史的な考察に力点がある分野を、カントは自然考古学とすることを1790年に提唱。だが定着せず、歴史的な分析も含めて、自然史と呼ばれ続けた。19世紀になると、ラマルクやトレビラヌスが、バイオロジー。 生物学という学問名の領域を提案した。これは簡単に言えば生物に関する自然哲学を意味していた。そしてこれは自然史とは異なった分野として独自の方法論を展開するようになった。自然史の領域は領域で知識の集積が進み、もはや一人の人間が自然産外の全部について専門的な研究をめるのは困難な状況になっていった。 そして、19世紀後半、主に、チャールズ・ダーウィン以降に入ると学問が、細分化し、博物学は、動物学、植物学、鉱物学、地質学などに細分化された。そして、自然史や、博物学という言葉は、それらをまとめて指す総称ということになっていった。近年では、博物学、自然史という言葉は、多義的に用いられており、 例えば1958年の日本学術会議によって用いられた表現。博物学はいわば自然界の国勢調査に見られる理解の仕方がある。動物分類学や植物分類学だけを指すためにこの言葉が用いられることもある。またアマチュア的な生物研究を指すためにこの言葉が用いられることもある。博物学の作業としては自然物の採集と その童貞が最初になる。しかしそれと同じくらい、博物学者たちは、その分類に情熱を傾けた。最終と分類は科学としての博物学を支える、両輪であった。素朴な分類法はすでに編み出されていた。例えば動物を、有用な動物家畜と、それ以外の動物獣に分類する方法など。しかし、これらの分類は、人間の都合や、 見と目によるものが多く、科学的な分類法としては採用することができなかった。自然界にある多種多様なものを分類するために、様々な分類法が編み出された。例えば、人間、高等動物、下等動物、植物、鉱物、火や空気という順に並んでいる、存在の海底という分類系がある。これ以外にも、二分法による体系、三分法による体系など、 様々な自然的な分類法が考案された。これらについては、荒又博市著、目玉と脳の大冒険に詳しい。一方、生物の分類については輪廻が、形式的には二名法による学名を考案し、分類の基準としては、類縁性をもとにした自然分類の観点を持ち込んだ。これによって、その後生物における分類学が大きく進んだ。その後、 19世紀後期にダーウィンが種の起源を表して進化論を唱える。学会に進化論が認知されるまでにもだいぶ時間がかかったが、やがてそれは科学的な事実として受け入れられるように言った。進化論は必然的に系統分類、もしくは分岐分類の分類法を要請する。つまり、類縁性は進化的な禁縁性に置き換えられた。生物においては、 それ以外の分類法は捨て去られるか、あるいは系統分類に統合されることとなった。また、非生物の分野でも、分類法の革新があった。元素の発見、化合物の研究が進み、メンデレー F の周期率表に代表されるように、科学的知識が整理されてくると、鉱物を化学物質として研究することが可能になった。 さらに科学と物理の発展した20世紀には分子生物学によって生物進化の分岐はゲノムの類似性として直接に検討されるようになった。鉱物には科学的素性と結晶構造による分類、岩石には素性、成因による分類が適用されるようになった。以上のような分析手段の獲得によって直接に一般化、体系化が可能になったことにより、 博物学の手段であった収集と比較と記述という手法は生物の種の同定などといった手続きには原として残るもののタイプの記事などを参照。科学のメインストリームとしては博物学はその使命を終えつつある。現在、博物学は学問分野としては残っていないが自然科学研究の一つの方法として博物学的研究というのがある。これは 直接フィールド、野山などに向かい、動物、植物、鉱物などを収集、同定、分類する研究である。例えば、牧野富太郎が行った植物研究や、港熊楠が行った変形菌研究などがその例となる。またこの分野では、アマチュアの活動も大きい役割を担っている。例えば昆虫などは、 各地の昆虫採集好きのアマチュアが新種を発見することも多い。あるいは野生生物の不思議な特徴や珍しい行動がアマチュアによって発見され、新たな発見が行われた例もある。ヨーロッパでは博物学的研究の趣味が伝統的にあって、それを楽しむ人はナチュラリストと呼ばれている。このように自然科学の基礎として欠かすことのできない手法であったが、 現在では、生物の分類は、目視ではなく、分子生物学による分類が主流になり、鉱物の分類も正確な元素同定が簡単に行える子から、現在では科学史のトピックとしての学習や、教養科目、個人の趣味としての要素が強くなっている。かつては、製薬会社などが、プラントハンターを詳しい調査が行われていない地域に、 派遣詩植物などの収集に努めていたが、シミュレーションや分子合成手法の発達により、大規模な調査は下火になっている。天文学の分野でも、スーパーコンピュータを駆使する、天体物理学や最先端の物理学による、宇宙論など、理学系の分野においては、アマチュアの参加が難しいが、天体観測など、アマチュア天文学と呼ばれる分野では、個人で購入できる、 望遠鏡の構成の丘に伴い、水星や神星の発見が今でも盛んである。日本では、奈良時代以来、本蔵学に関する書物が読まれており、10世紀には、本蔵和名という、本蔵の和名を官名と対比した書物が編纂された。江戸時代には1607年の本蔵項目の輸入をきっかけに、本格的な本蔵学研究が起こった。 この本像項目を入手した徳川家康もこの年から本格的な本像研究を始めている。林羅山は1612年に多式兵を表し本像項目を消失した。以後さらに研究が進められ山和本像1708年を表した貝原駅県や田村乱水などの著名な本像学者が出現した。1712年には寺島良安が 和漢三サ図絵を表した。稲尾若水は1738年に植物類産を編纂した。乱水門下の平陰内は物産会を開いた。また、石綿や、いくつかの鉱山を見つけた。魚介類、鳥類、植物などを図鑑としてまとめる作業は、大名などの間で流行し、ごく密の魚介図譜、金獣図譜などが作られた。これらの多くは、 美術的にも評価が高い。また実在する動植物だけでなくカッパなどの妖怪の情報や図画の編纂も行われていたことから当時の妖怪研究を知る文献としても重要視されている。その後、杉田玄白らによって蘭学が成立するとヨーロッパから渡ってきた博物学書の翻訳が行われた。翻訳自体はその一世代前のノロ現状がすでに言っていた。 ただしそれは一般に広まらなかった。大月玄卓や芝交換がオランダ渡りの図鑑をいくつか翻訳して交換した。博物学的知識は実用可能である上に当時の幕府が危険視するような思想的背景が薄いためかなり早くから流入し、本造学にも影響を与えている。日本は島国であり地形の起伏に富む。そのため固有種は少なくない。 大航海時代以降、ヨーロッパ各国の学者は日本の動植物の研究を希望していたが、当時日本は鎖国政策をとっていたため入国ができなかった。わずかにオランダ商人だけが出島への寄稿を許されていたので、彼らに混じってやってきた学者たちがいた。代表的なのは出島の産学者と呼ばれるケンペル、ツンベリー、シーボルトである。 彼らはいずれもオランダ人ではなかった。ケンペルは出島に薬草園を作った。ツンベリーは輪廻の弟子であり、多数の植物を採集し、また中川淳安、桂川保守裏に植物標本の作成法を教授した。シーボルトは同植物のみならず、日本の文物を大量にオランダに送った。その中の一つであるアジサイの一種を日本での妻多棄にちなんでオタクサ。おた おたきさんと名付けた。博物学の言葉はナチュラルヒストリーの訳語として作り出されたものである。英語での意味は講義には政治学、神学などに対立する自然科学一般を指し、教義には上で説明した博物学のことを指す。この中間の意味としてナチュラルフィロソフィーすなわち物理学と対立する学問を指すことがある。自然の内容がナチュラルヒストリー、 形式がナチュラルフィロソフィーとなるわけである。ナチュラルヒストリーは、博物史、自然史、自然史学などと訳されることもある。現在、各国の博物館に自然史博物館がある。これは、ナチュラルヒストリーミュージアムの直訳である。この場合のナチュラルヒストリーの意味は、講義の博物学、つまり、自然科学一般を指す。 日本語ではミュージアムを博物館と訳しているためナチュラルヒストリーミュージアムを博物学博物館とするわけにいかず直訳して自然史博物館としたと思われるロンドン自然史博物館スミソニアン博物館の一部である国立自然史博物館カーネギー自然史博物館などがある近年では日本国内でも自然史博物館と名付けられた ナチュラルヒストリーミュージアムが増えてきている。5おさむき